これはどの能力が一番強いのかを競ってみるよ。総力しか勝たん。それはマリモが総力 S だから、総力勝ってほしいという願望に過ぎないだろ。今回はある一つの能力のみ S、 他 E で検証。投手能力はオール C で統一して、そこは公平に。確かに投手力の差つくと検証難しいもんね。あれ、この選手調整されてないよ。これは完全にエディットし忘れでしかない。まあトレードでうちのものにすれば3億払うの普通に却下されてしまう。仕方ないのでリセットしてやり直す。ということでシーズンは倍速でお届け。マキちゃんはどこが勝つと思うの？過去検証で個人レベルの検証を行ったが、それに基づけば総力もしくはミートが有力だろうか。まあつまりどこかが勝つってことね。絶対私の話聞いてないだろ。え、聞いてるに決まってるじゃん。とりあえず結果がこんな感じ。順番にミート、強打、総力、CO、選球、コアラ。こんなに良くても1位になれない CO チーム。それは置いといて、順位表見ただけで明らかにチームの特徴が垣間見えているな。盗塁数418はさすがになんかのバグ。一応特徴に準じた作戦設定にしてあるからな。一方でコアラのみ S の DO チームは特徴を生かしきれなかった。コアラ S って別にどこにも行きなさそうだもんね。というわけで単体で一番強い能力はミートだ。もちろんバランス良い方がいいだろうがな。マキちゃん、その言葉私にガン刺さりする。5つ間検証。5つ間は4つの系統タイプがある。今回は4つの系統タイプを深掘りしてみよう。5つ間の系統って時々変な系統あるよね。ああ、あの世界は買いまたりが当たり前だからな。まずは、調子型についての結果がこんな感じ。マキちゃん、こんな感じって言われても何をどう見ればいいのかさっぱりわかりません。系統の形は上みたいな感じで綺麗だった。ちゃんと1イニングずつ刻んで系統してるね。一方でセットアッパー守護神の投票率が高く、遠投が多い点は少し懸念点かもしれないな。次に、完投型がこんな様相だよ。出てくる中継ぎの数は確かに少ないね。3試合連続完投という名誉ある結果を、この完投型の時に残しているよ。うちのエレファンツもこんくらい先発良ければな。それは言わないお約束。意外にも先発の球数平均にさほど変化はない。にもかかわらず中継ぎは少ないってことは、結構中継ぎが買いまたぎとかしてそうだね。こまめに系統タイプの結果が右みたいな感じ。こまめの割に中継ぎは調子よりも少ないね。確かにそこの点は意外な結果だったな。最も細かな系統がないわけではないが、上の試合見ると細かい系統がされているが、いずれも失点していることが伺える。ってことは点取られるとこまめになるのかな。必ずしもそうではないが、その傾向は強そうだな。最後に方程式タイプの結果がこんな感じだ。このデータから何がわかるの？知らん。え？強いて言うなら僅差率の割にセットアッパーの登板率が高いといったくらいか。系統の様子を見ていくぞ。うわぁ、たくさん書いてあって読む気にならないよ。まあ、これを見るに方程式と名乗る割には系統パターンは確立されていない。しかし、勝っていないとセットアッパーが出てこないなど、出てくる条件はしっかりしてるイメージだ。パターンじゃなくて条件が確立してるってことかな。そんな感じだと思うよ。それが、まとめるよ。まとめは上のやつ読んどいてね。さすがマキちゃん、一番説明必要なまとめを一番雑に説明している。なんか言ったか？いいえ、なんでもない、なんでもない。それじゃあご視聴ありがとうございました。マリモ、後で体育館裏に来い。いいえ。